セーシェルウツボカズラネペンテスパービライは、ウツボカズラ族の植物の一つ。セーシェル諸島の固有であり、東南アジア以外に分布する数少ない種の一つ。ウツボカズラ族の中で最も原始的なものの一つと考えられている。多年生のツル植物で、食中植物。樹木に絡みついて灰のぼり、樹幹に達する。茎が短い間は葉を密生させる。養身は、 卵円形から楕円形で、柄がなく、中六に沿って、左右から折れ、茎を抱き込む。補充袋はやや荷型がある。貝のものは、下部は、ロート状、注意がよく膨らみ、上部では、短い円筒型になる。つまり下から中ほどに向かって膨らみ、そこで狭くなって、上向きに短い筒がある。上位のものは、より細い筒状に近く、貝のものの膨らんだ部分から上を、 ぐっと伸ばしたような形。いずれの場合も外面にある2枚の重力はなく、時に痕跡を残すのみである。袋の口の縁場は円筒上。日本では開花は4の5月に行われる。セイシェル諸島の固有種である。標高350から500メートルの丘陵地に生育する。本属の分布域は東南アジアに中心があり、西は インド洋を挟んでマダガスカルまで広がる得意なものである。その中で東南アジアより西のインド洋近辺に分布する種、具体的にはマダガスカル島に分布する2種、スリランカに分布する1種、それに本種はまとめてこの属の中でも原始的なものと考えられてきた。形態的にはこれらは以下のような特徴を共有している。 その中でも本種は以下のような特殊な構造を備えている。そのため、本種はこの属の中で特別に扱われてきた。本属内の系統と分類について論じ、広く受け入れられてきたハームズによる1936年の体系では、本種と、それにマダガスカル産の種をそれぞれ独自の節とし、それらを残りすべての種に対地させた。本種を別属に扱う説すらあった。 分子系統による研究においても、本種が N ディスティラトリアと共に、本属の系統樹において最も規定で分子したこと、この2種が単一のクレードを構成することが示されている。食中植物として栽培されることがある。ただしその歴史は新しく、近藤、近藤では本種について、我が国で栽培されたことのない種であり、栽培方法は不明とある。 田辺でも普及していない賃品との記述である。以下、主として行動、近藤、P126 田辺、P96 田辺、P96 マイバーグヒューブル、P832、マインバーグへ通る、P164 マイバーグヒューブル、P837、近藤、近藤、P214。ありがとうございます。